マリオシリーズペーパーマリオシリーズペーパーマリオシリーズはインテリジェントシステムズが開発、ニンテンドーより発売されているコンピュータゲームシリーズ。ペーパーマリオシリーズは文字通り紙のようにペラペラなマリオが敵を倒し、時に仲間の力も借りながら謎を解いて冒険をするゲームシリーズ。ジャンルはアクション RPG およびアクションアドベンチャー。ペーパーマリオというシリーズ名は シリーズ第一作、マリオストーリーの日本国外版タイトルである、ペーパーマリオから来ている。当初は、スーパーファミコンで発売された、スーパーマリオ RPG の続編として、企画、開発されていた、ロールプレイングゲームだった。後に、独自色が強くなり、RPG でいう、経験値の概念がなくなるなど、アクションアドベンチャーにゲームジャンルそのものがシフトしていき、タイトルからも、 RPG の文字が外れる。なお開発元は異なるが、マリオ RPG としての路線は同じく、スーパーマリオ RPG から分化した、マリオルイージ RPG シリーズにも引き継がれている。数値はすべて日本のもの。上記のほか関連作品として、マリオルイージ RPG シリーズとのコラボレーション作品、マリオ ルイージ RPG ペーパーマリオミックスが存在する。絵本やペーパークラフトのような世界観に紙のようにペラペラなキャラクターたちが活躍する点がシリーズの主な特徴。仕掛けを作動させると本の1ページをめくったように階段が移動したりパラパラ漫画のように橋が完成したりと独特の演出が多く見られる。作品ごとに大きくゲームシステムが変更されているのも 特徴で、1作目のマリオストーリー2作目のペーパーマリオ RPG では多数の仲間と冒険する RPG の形式であったが、3作目のスーパーペーパーマリオ以降はアクションアドベンチャー形式となっている。しかし、基本的に主人公のマリオを操作してフィールドを冒険し、敵を倒したり謎を解いたりしてゲームを進めていく点は変わらない。また、 他のマリオシリーズに比べると、小ネタややり込み要素が多い。この他、舞台となる、街の背景や一部の住民の言動などに、マリオシリーズらしからぬアンダーグラウンドな要素や、ブラックジョーク、現代社会の事情や、若者言葉などが多く含まれており、独特の世界観を構築しているのも、特徴的である。シリーズを通しての共通点も多い。ありがとうございます。